サイラブとは1990年からフランスのインディアとインプックで開発されているオープンソースの数値計算システムである。2003年5月にサイラブコンソーシアムが組織されて以降はインディアによって開発されていたが2010年6月に公式発行元としてサイラブエンタープライゼス社が設立され2012年7月からは完全に開発。 発行を担当するようになった。さらに、2017年2月、バーチャルプロトタイピングの先駆者として知られる絵師、グループは、サイラブエンタープライゼス社を買収すると発表し、サイラブエンタープライゼス社はその参加に入った。数値計算機能以外に、信号処理、行列や多項式の数式処理、関数のグラフィック表示なども充実している。機能やコマンドは、マットラブクローンと呼ばれる。 ソフト群の中でも特にマットラブによく似ているが互換性はない。サイラブ5以降は英語、フランス語、中国語等に対応している。動的システムのモデリングとシミュレーションを行うためのシッコスと呼ばれるパッケージを含んでいる。サイラブ5.2以降は日本語を含む多言語に対応し、シッコスに代わりザコスが含まれるようになった。日本からの発信日本以外からの発信。 ありがとうございます。